日本も開発を極超音速ミサイルというミサイルを知っているか？確か今、世界中で開発合戦になってるミサイルなのよね。ああ。ロシアや C 国、北朝鮮なんかも導入を急いでいるんだぜ。持たせちゃダメな国ばかりじゃないの。ということで今回は、日本も開発を極超音速ミサイルロシア、中国、北朝鮮が恐れる、アメリカのミサイル防衛網とは、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、極超音速ミサイルの開発が各国で始まっているんだ。なんでみんな開発しているの？これは、世界情勢の不安定さが理由なんだな。世界情勢の不安定さ？ああ。北朝鮮が、またミサイルを発射しただろ？うん。このミサイルは 700km と短い射程だが、狙いはミサイル防衛網の迎撃をかいくぐることなんだ。ミサイル防衛網？そうだぜ。一見すると、ロシア、C 国、北朝鮮がアメリカに仕掛けているように見える。そうじゃないの？実際は、アメリカとロシア C 国との核バランスが崩れていることが原因なんだな。そういうことね。つまり、むしろロシア、C 国がアメリカの軍事力に対抗しようと必死になっているとも言えるんだぜ。ほほう。そもそも、核軍事力の均衡によって世界は戦争にならないで済んでいたのが、今までの世界情勢だ。核兵器がバランスをとっていたのね。ああ。先制攻撃しても必ず報復される。そのことで、誰も核攻撃ができないんだな。うん。アメリカ、ロシア、C 国、イギリスは、現在、SLBM 搭載原子力潜水艦を大海に放ってあり、敵から容易に発見できない状態にしている。何のために？敵から発見できないところに核ミサイルを潜ませ、先制攻撃されない場所に置いて、自分からはいつでも発射できる状態を作り出しているんだな。ええ、そしてこれは、ミサイル迎撃が難しいことを示しているんだ。どこから撃ってくるのかわからないんじゃねえ。だから、本国が核攻撃を受けたと知ると、すぐさま報復攻撃をするため、SLBM 搭載原子力潜水艦の潜んでいる現在の位置は、軍司令官でも知らされていないらしいんだ。軍司令官でも知らされてないの？ああ。アメリカさらに、宇宙と世界にミサイル防衛網を張り巡らせているんだぜ。潜水艦だけじゃないのね。つまり、アメリカが先制して第一撃をかけて、反撃してくる敵ミサイルを迎撃できたら、アメリカはどの国に対しても先制核攻撃ができることになるんだな。そういうことね。現在アメリカは、迎撃ミサイルシステムをロシア、C 国に先駆けて構築して、核優位に立っているんだぜ。それでは、極超音速滑空対極超音速滑空弾と極超音速ミサイルの違いについても説明していくぜ。お願いね。そもそも、極超音速滑空対極超音速滑空弾と極超音速ミサイルは兵器として別物なんだ。どこが違うのよ？実は、同じと言えるのは極超音速マッハ5以上で飛来することぐらいであり、兵器としての使い方も違っているんだな。使い方まで違うの？ああ。どちらの用法でも高速であることに違いはないが、極超音速滑空対極超音速滑空弾では速度が目的ではないんだ。音速ミサイルなのに、スピードが目的ではない？高速であると迎撃しにくくなることは事実だが、それは高速であるからではなく、弾道軌道を書かないからなんだな。ほほう。極超音速滑空対極超音速滑空弾は ICBM や SLBM などの弾道弾の弾頭で、これまでの弾頭でも大気圏に再突入する時点ではマッハ20から25にはなっており極超音速になっている。うん。極超音速滑空対極超音速滑空弾は、この弾頭を大気圏のヘリでスキップさせて、滑空させるというアイディアだ。随分すごい動きのミサイルなのね。ああ、これはすでに、60年ほど前からあるアイディアで、アメリカはこれで地球の裏側の目標を爆撃することを考えてきたんだぜ。アメリカちゃんって子は、弾道弾の弾頭を、大気圏で滑空させると方向や高度などを少しではあるが変化させられるので、迎撃側としては厄介な弾頭になるんだな。ふむふむ。そして、日本のイージス艦の迎撃ミサイル、SM-3 システムでは迎撃が難しいんだ。日本のイージスでも難しいの？しかし、極超音速滑空対極超音速滑空弾は、目標上空に差し掛かる手前ではかなり速度を落とすので、地対空誘導弾パトリオットPAC-3ミサイルでは迎撃のチャンスがあるかもしれないぜ。迎撃できなきゃ困るわ。それでも、PAC-3はもともと有効範囲が狭く、特定の目標物しか守ることができない。じゃあ、現在の弾道ミサイル迎撃システムでの迎撃は望み薄だろうな。そんな、もともと弾道ミサイル迎撃は効果が望めないと言われているから、マッハ20の飛翔体を正面から迎撃に成功する可能性が低いのはどうしようもないんだぜ。これは使っちゃいけないミサイルだわ。
それでは、日本の極超音速ミサイル開発の歴史についても説明していこう。お願いね。現在、アメリカの巡航ミサイルトマホークなどは射程 500km から 3000km ほどで、速度が時速 900km ぐらいだ。うん。そのため、発見できれば撃墜可能であり、CIWS 艦隊防空システムなどで迎撃が可能なんだぜ。そんな早くても迎撃できちゃうんだ？まあ、技術の進歩はすごいからな。航空機と同様に発見が早ければ、空対空ミサイル、短距離地対空ミサイル、バルカン砲などで撃墜できるんだ。ほほう。今まで、巡航ミサイルは海面スレスレの低空侵入を行うので、発見が遅れることが最大の脅威だった。うんうん。しかし、低速であるため迎撃可能で、空母打撃群などを攻撃するには、もはや砲は攻撃でも有効ではないんだ。そんなすごい時代なのね。そこで速度を極超音速まで上げて、発見されても迎撃のチャンスが少ないような高速にしようとしているんだぜ。そういうことか。そして日本でも、スクラムジェットエンジン搭載の巡航ミサイルを計画中だ。スクラムジェットエンジン搭載の巡航ミサイル？ああ、日本の自衛隊は今まで ASM3 回超音速巡航ミサイルを開発してきたが、これを改良してさらに速度を上げ極超音速とする計画があるんだ。おお、現在は別計画に移行しているようだが、これの最大射程を延長すれば、極超音速巡航ミサイルによって敵基地攻撃能力にもなる。すごいじゃない。だが、国会での議論が進まない現実があるんだ。日本らしいわ。もし、これらのミサイルを最大射程 2000km 程度まで延長すると、C 国、北朝鮮、ロシア、K国などの脅威となるんだぜ。これは抑止力になるわね。そうだな。極超音速滑空体が開発できれば、ICBM、SLBM などの弾頭に装備して、敵国に対して抑止力とすることができる。うんうん。一方、極超音速ミサイルは戦術兵器の意味合いが強いが、核爆弾を搭載すれば戦略兵器ともなるんだな。どっちも強いわね。日本の自衛隊も、現在は最大射程を 500km に制限して防衛用兵器としているが、航続距離を延長して大陸まで届くようにすれば、日本の歴史を変えられるかもしれないんだ。事実上、自衛隊は極超音速巡航ミサイルの開発に取り掛かっているとも考えられるのね。そうだな。しかし、偵察衛星が発達すると、技術的に困難で高額であり、マッハの速度を出せるミサイルは無意味となってしまう。そうなの？ああ、これに加えて、味方のあらゆる兵器からの情報共有により、正確な情報としてまとめ上げるシステムが構築されてきている。アメリカはレーダーだらけね。アメリカは、衛星と早期警戒レーダーなど世界各地に設置してある、ミサイル情報レーダーサイトもまとめ上げているからな。防御こそ最大の攻撃なのね。そうだ。敵からの報復攻撃からミサイル迎撃システムにより自国を守ることができるので、先制攻撃し放題なんだぜ。アメリカはやっぱり強いわ。しかし、ロシアや C 国は、世界に覇権が及ばないため、自由に効果的なレーダーサイトを設け、対抗することができない状態にいるんだ。そこまで計算されているんだ。現状 C 国は、アメリカ並みのミサイル迎撃システムを構築しようとしているが、現時点ではアメリカに対抗することが難しい。うんうん。そこで、アメリカのミサイル迎撃システムの無効化ができる、極超音速滑空体の配備を急いでいるというわけだな。つまりロシア、C 国の極超音速滑空体の開発は防衛のためなのね。そういうことだ。これは、日本の防衛についても言えることで、攻撃能力を持つことが最大の防御となり得るということなんだぜ。ほほう、日本も極超音速ミサイルを開発しているが、敵基地攻撃能力とするには、最大射程 500km の限度を取り払わねばならない。取っ払わなければ、日本は世界の核バランスの中で、自国の防衛体制を考えていかねばならないが、SLBM 搭載原子力潜水艦の保有は、いずれ迫られる運命だろうな。岸田さん、日本の防衛のために、敵基地攻撃能力の強化をお願いします。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは、皆さん、また次の動画でお会いしましょう。